こんにちは、ミスター M さん、速稼塾の久保です。今日も動画をお送りいただきましてありがとうございました。まあ名言集ね、ずっと続いてますけども、今回のは結構長かったですね。まあ、名言を紹介する時のポイントとしては、簡にしてよというんですけども、簡にしてよ、まあ、いわゆる簡単にして重要であるってことですね。要であるってことですかね。まあ、名言で言うと、ピリッとね、短い言葉だけども深みがあるみたいなのを選ぶといいのかなと思いますね。で、今回の名言は結構 長いように感じましたけども、あれでしょ、なんかこう金を掴んでねえからだってところがすごくポイントですよね、きっとね。これで悪役がね、金がないからお前頭に霞がかかってんだっていうのは本当そうだなと思いますよね。で、あの目標設定なんですけども、例えばバスケットボールのゴールも 100m 上空にあったら、それは誰もやらないですよね。だから目標設定っていうのは、ちょっと前にある、ちょっとの努力でいきそうなものに対してトライできるのかなと思うんですよね。で、その YouTube の再生回数とかチャンネル登録っていうのも、 YouTube をやるんだったら意識するところだと思うんですよ。よくね、私も再生数稼ぎですかとか言われるんですけども、いや、それ当たり前でしょと再生回数稼ぎますよ。でもまあ、あんまり意識しなくてね、私は好きな動画をどんどん配信してるんで、そこまで再生数は意識してないんですけども、でもやっぱり再生回数は少ないより多い方が絶対いいんで、それなりに工夫とかをしますしね、動画の発信も増やしていきますしね。で、何が言いたいかっていうと、やっぱこう身近な目標を設定して、例えば再生回数100で安定させたいとか50で安定させたいみたいなのがあるとしたら、やっぱこう50とか100、そうですね、動画をアップロードして1週間後にチェックして、あ、50いってないな、150いってないなとかね、100いってないなとかね、こんな風に検証して振り返ってみると、で、100を突破した動画はなんでいったのかなってことを考えながらね、やっぱ工夫してどん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 再生回数の多い方に寄せていくっていうところも必要かなと思います。まあ足りにではね何言ってるんですよね。たまにね、数字を走らせないようにっていうことも言うんですけども、これどういうことかっていうと、あまりにも再生数を当てたくって、そのフェイクのタイトルとかフェイクのサムネイルをつけちゃうと、その時は再生数稼げるんですけども、あの視聴者さんを裏切ることになるんですよね。なんか興味がありそうだな、面白そうだなとクリックしたら、タイトルだけが面白そうだった、いわゆる釣りってやつですよね。サムネイルだけが思わせぶりだった、これもなんか中身面白くないなって感じさせちゃって、裏切られたって気持ちになるんですよね。まあ、ミスター M さんのは別にそういうことはないんですけども、そういうのに気をつけながら、それをやった時は数字が走ってますよみたいなことを言いますけども、基本的には数字を走らせないと、あの、拉致が開きませんのでね、やっぱビジネスにしていかないといけないので、アクセスはある程度高めていかないといけない時に、あ、このシリーズ再生数稼げてるなと思ったら、そのシリーズをやっていくんですけども、とりあえず何かの動画をアップロードしないと、なんかアップロード本数ゼロになっちゃうってことでアップロードするのは、まあ、考えものかなと思うんですよ。ミスター M さんは動画をコンスタントに上げれるようになりましたんで、次の段階としては、あの、当てるつもりで当てれる動画を模索していくって形ですかね。で、数字に変化がないなと思ったら、まあ、そのシリーズはやめていって切り替えていくっていう、そういう柔軟性も必要かなと思います。チャンネル登録が伸びてないなとか、再生数が伸びていないなって感じた時っていうのは、そう、 Google によってですね、 Google のその YouTube Japan によって、関連表示がキャンセルされてる可能性もあるんでね、まあ、ですんで、再生されやすいような内容とか、再生されやすいようなキーワード言葉とかをね、使ってみるといいんじゃないかなと思います。これでいつもじゃないですよ、たまにそういうことやってテストしてみるんですよね。やっぱ本来ミスター M さんが発信したいことは8割9割それをやった方がいいですから、ただ1割ぐらいはなんかこの読者を意識して当てるつもりで当てに行くみたいな感じがね、いるかなと思いますね。今後もね、 YouTube に関しましては一人一人今ね、いろんなことを気づきをお伝えしてますんで、まあ、虚心に受け止めていただければと思います。ガチンコ男塾名言リレー、あ、ちなみに私ね、夜桜行きましてね、結構良かったですね。あの動画どうなってるかな、夜桜の動画なんて再生回数稼げてるかな夜桜あんまりね、自分の動画見ないんですけどね、あ、一人酒、これ再生されてるのかな、果たして。ちょっと再生数だけ見させてもらいます。70回大したことないですねということで、当てようと思っても当たらなかったのいい例でございます。ということで、当てようと思っても当たらないことが多いんですけども、当てようと思わないとなかなか当たらないところもありましてね、なんかくすぐったいところですね。
これからもミスタイムさんよろしくお願いします。それではそこのとこよろしく、焼肉待って食べましょうね。